それでちょっとね、注意点として選挙の時にドライバーを公費で出すということができるんですが、これをダミーのドライバーを使うと犯罪になるので、これは絶対やらないようにしてください。その案件がちょっと来てて、誰とは言わないんですけど、間もなく捕まると思います。要はそのドライバーをダミー、いわゆるってボランティアですが、何人かで回してますと。でもこの人が専属でドライバーしましたって報告すると、当然この人のお金が入ってくるわけですね。1日11,500円かな。まあこういうのをだからダミーの人に請求させてお金をもらってっていうようなことをしている人がいまして、まあ間もなく新聞に載ると思いますが、もちろんうちの関係者じゃないですよ。はい、ちょっと皆さんに注意喚起しとかないと、全くやってない人を申請すると、これは市に対する詐欺罪になりますので気をつけてください。はい、文書とかはね、警告が入るんであまり気にしなくていいです。直ちにアウトになるようなものはほぼないので、ゼロと言ってもいいんですが、お金に関することは一発逮捕の可能性がありますので、そこは疑問に思ったら僕でもベラタラの人にも聞いてください。 NHK をぶっ壊す。ありがとうございました。